キャンドゥの刺身包丁です。この刺身包丁形もいいですし、身も厚いので使いやすいです。 4,5 年使ってますけど、使い勝手が良くて重宝してます。ただ問題はこの裏にへこみがないので、あまり綺麗に仕上げると物を切った時にひっつきますので、あんまり表面には仕上げられません。砥石も100均のものです。刃を一度落としておきます。砥石を長く使うときはたまにひっくり返してやるといいです。裏も若干波打ってますんで平らにします。形も良くなり、裏に返しができたら中田で研ぎ直します。100均の砥石だとここまでが限界です。